成田国際空港株式会社は2004年4月1日に施行された成田国際空港株式会社法により成田国際空港の設置及び管理を目的として設立された特殊会社通称は成田空港会社特殊法人新東京国際空港公団の業務及び資産負債を承継した特殊会社で全株式を日本国政府が所有する 略称であるなぁは、空港公団の英字略称と同じである。成田国際空港株式会社法に基づき、日本国政府から無利子貸し付け、出資や債務保障を受けることができる。一方で、営業年度ごとの事業計画や新株発行、社債の募集、資金の借り入れ、代表取締役の選定、定管の変更等については、国土交通大臣の認可を要する。 日本国政府が100%出資する会社のため、国税の他にも配当金として、連結最終利益の3割程度が、毎年国庫に納付される。この他に、株式会社化する際に、新東京国際空港公団の政府出資金等、3、16億円のうち1、496億5、300万円が、政府の無利子融資として振り替えられており、 その負債返済を継続していたが、2017年度をもって完済した。会社の事業の範囲には、成田国産、株式会社化して以降、空港ターミナルビルに入居している、飲食店、ショップ、航空会社事務所といった、テナントによる賃貸収入等を非航空系収入と称して、店舗エリアの増床などによる売上強化を図っており、公団時代の主な収入であった。 空港使用量などからなる航空系収入に依存しない経営体質を目指している。2017年度ではナ a 全体の収入のうち56%を非航空系収入が占めている。なお、2017年度の成田国際空港のターミナルビル全体の店舗売り上げは1、246億円と過去最高に上り、ショッピングセンターとしては 古典場プレミアムアウトレットやラゾーナ川崎プラザを抑えて5年連続で日本一の売上収入を誇っている。千葉港から成田空港まで航空燃料を輸送する約 47km のパイプライン輸送管を持ち、石油パイプライン事業法が適用される日本唯一の事業者である。成田国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等により、 航空輸送の利用者の利便の向上を図り、もって航空の総合的な発展に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化に寄与する。成田国際空港株式会社法第5条や定款第2条で定められた主な事業は以下の通り。また、閣議了承などをもとに、地域との共生のための取り組みの一環として、 有機農業研修や社有地の農地貸し付けなども実施している。同社では事業部制を採用しており、事業を空港運営事業、リテール事業、施設貸し付け事業、鉄道事業の4つに分類している。なーは空港の円滑な運営を図るため、航空機騒音等により生じる障害の防止及び空港周辺整備の費用に充てるものとして、千葉県、 茨城県の重視町に成田国際空港周辺対策交付金を交付している。2016年度までの交付総額は約1214億円であり、同年度は約41.6億円を交付した。交付金の使途としては、防音工事を行った公共施設の維持費並びに、空港周辺道路、公園、消防施設、農業施設等の整備のための費用に充てられる。 成田国際空港歴史及び新東京国際空港高だに遠隔も参照旧本社ビル1996年7月から第1ターミナルビル前の旧日本航空オペレーションセンタービル跡をナーホンシャビルとして使用してきたが移転後に旧本社ビルは解体され跡地は2008年より空港利用者用の立体駐車場となった旧本社ビルは 日本航空のオペレーションセンタービルとして空港開港の1978年当時から存在する建物であった。テレビドラマ、スチュワーデス物語のロケ地などにも使用された経緯がある。2005年11月18日に旧新東京国際空港公団発注の成田空港電気設備工事で空港公団主導による受注調整など、 完成談合の疑いが浮上し、関わった電気企業各社と成田国際空港会社が東京地検特捜部の捜索を受けた。この完成談合疑惑では成田国際空港の社員二人が競売入札妨害の疑いで逮捕されるなど一連の談合疑惑は完成談合事件へと発展した。同社の連結主会社は以下の通り、同社の持分法適用会社は 以下の通り。ありがとうございます。